はい、皆さんこんばんは、こんにちは、おはようございます。製麺機です。今日もね、宅飲みの準備が整いましたので、早速宅飲みやっていきたいと思います。で、今日はね、年越しそばをね、食べたいと思います。で、今まだね、今日大晦日じゃないんですけど、大晦日にね、年越しそばの動画を大晦日にあげようと思ったら、ちょっと前倒しでね、動画撮影して編集しないと大晦日にね、あげられないんで、ちょっとね、前倒しして、年越しそばを食べて、今日はね、動画を撮っていきたいと思います。でね、ただおそば食べるだけだとつまんないんで、こちらね、ちょっと待って、よいしょ、天ぷらをね、揚げたての天ぷらでね、天ざるにしようかと思います。で、エビね、エビはね、バナメイエビ、こちらのね、お安い、ペルー産バナメイエビ、これが298円、税込みで322円ね。これ5本あります、エビと、あとカニカマがね、ちっちゃいカニカマしかなくて、で、まあしょうがないからこれ買ってきました、このカニカマで、ナスと、あと舞茸、まあ、このくらいあれば一人だったら十分かなと思ってね、これを揚げて、あとはお刺身のね、切り落とし、いつものやつね、こういうお刺身の切り落とし、これはね、398円、税込みで430円ね、このくらいのやつね。ちょっと開けます。こんな感じですね、こんな感じ。ちょっと昨日買って買い置きしてたんで、ちょっと鮮度が若干落ちちゃってんですけど、まあ大丈夫かな。まあこれで398円ね。マグロとサーモンと、あとブリかなんかが入ってるのかな、ワラサかな、なんかそんなやつが入ってますね。うん、今日はね、これで宅飲みやっていきたいと思います。あ、肝心のお蕎麦はこんな感じでね、お蕎麦もあります。ではちょっと先に揚げるか、どうだろう、油よいしょ、ちょっとだけ、ちょっとだけ垂らして、いいかな、もういけるか、ちょっともうちょっと火強くしようかな。よし、じゃあこれでやっちゃうか。エビ、まずエビ1本いこう。よいしょ、エビね、エビ映ってるかな、エビを、ね、ちゃんと下準備してきたんでね。ちょっとまだ早いのかな、ちょっと温度がくっついちゃうんだよねこれ。よし、じゃあ、あと舞茸も入れておこうかな。舞茸ね、舞茸、こんな感じで。舞茸ちょっと早いかな。あ、大丈夫か、いけるか。くっついちゃうんでね。よいしょ。よし。これのもう、氷も用意してないや。では、今日は男梅沢のね、なんかこういうのがあったんで買ってみました。限定
男梅サワー和の旨味っていうのがねありました。東北の酒粕塩、あ、日本梅干しと日本酒の世界観、これぞ日本のサワーということで、あー、酒粕が入ってるみたいですね。和の旨味男梅サワーね、これでスタートしたいと思います。よいしょ。では今日もね、皆さん一日お疲れ様でした。まあ一応今日まだ大晦日じゃないんですけど、一応アップするのは大晦日になると思いますんで、今年1年ね、うちの生命期の動画ね見てくださいました、ありがとうございました。またね来年も頑張りますんでよろしくお願いします。ではね、良いお年を、じゃあシュワシュワで乾杯、いただきます。うん、どうなんだろう、普段の普通の男梅サワーとちょっと違うんかな、やっぱりちょっと酒粕っぽい風味があるような気がしないでもないっていう感じですけどね、どうでしょう。じゃあちょっとお刺身食べるかな、先にお刺身ね、こんな感じでお刺身、マグロが美味しそうなんで、マグロ食べるか。よいしょ。でマグロからいただきます。よいしょ、こんな感じね。醤油つけて、いやー、なんやかんやでもう1年終わっちゃいますよねえ、もうびっくりする、早くて。あー、こんな感じね、いただきます。うまい。カニカマも入れてみる？カニカマはお箸でやらんと、ああ、こぼしちゃってプルプル滑る。ああ、危ない。カニカマね、この辺に入れて、こんな感じですね。舞茸、まあ、サクサク、舞茸サクサク揚げとこう。よいしょね。でエビももういいかな。エビ、あ、カニカマがくっついちゃってそこに、ちょっと待って、うまく取れないな。よいしょ、エビね。おお、こんな感じですね。こんな感じで、ではね、早速いただいていきたいと思います。では、あ、これも揚げちゃうか、カニカマも揚げちゃうか。ちょっと待ってね、カニカマも、カニカマは別にね、生物じゃないんで、揚げといて、で、ちょっと待ってね。ちゃんとやらないと大変なんで。油、
天かすね。じゃあナスを揚げておこう。時間かかりそうなんで、ちょっとナス型つけて、型をこうね広がるようにして、あ、ちょっとやりすぎたかも。でつけます。取れてるかな、ちゃんと。これでね、ナスうまくいかなよ。おー、じゃあね、大根おろし、ここにめんつゆがあるんでね、大根おろしをまずは天ぷらだけ。どうしよう、先に舞茸いってみるかな。きっとね、サクサクだと思う。すごい、あちゃ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 、舞茸わかる、これ。ちょっと待って、なんか角度が、舞茸ね、ピントが合わないな。こっち近づけると手が熱いし、ピントあったかな。舞茸ね、多分サクサクだと思うんで、舞茸から、よいしょ。大きいなこれ。いただきます。うん、サクサク、うまい。うん、うんうんうん、めっちゃサクサク。うまく広がらなかったな。ちょっと広がらなかったな、くっついちゃったな。なんで向こう行っちゃうんだろう。じゃあ次エビ食べよう。エビ、エビはこんな感じですね。結構大きいバナメイエビ、まあブラックタイガーとかの方が美味しいでしょうけど、高いんでね。もう十分大きい、美味しいと思うんで、いただきます。うん、うんうん、揚げたてでめっちゃ美味しい。うん、うん、あ、日本酒飲もう。六根、青森県の地酒六根、弘前の松緑酒造さんだったかな、弘前市のね、で作ってる六根の大概、これで行ってみたいと思います。ちょっと待って。おー。いただきます。すごい。フルーティー。ちょっとね、あの白ワインみたいな、日本酒ですけど白ワインみたいな、なんか感じのテイストのある日本酒。うん、すごくね、あの日本酒のお米のフルーティーさね、すごくて美味しい。うん、
なんで奥の方に行っちゃうんだろう。じゃあエビをもう一本入れとくか。ちっちゃいのにしとこうかな。ちょっとナスが大きいから。おお。じゃあお蕎麦も食べるか。ネギをね、小ネギがあるんで小ネギ使います。これなんで小ネギ買ったんだっけな。なんかに使おうと思って買ったんだろうけど、わあ跳ねるな。よいしょ。じゃあ、わさびも少し出しといて。でお蕎麦ね。お蕎麦。もうくっついてきちゃってるな。おそば。あ、これ入れよう。カニカマ入れよう。カニカマ入れて、とわさびして、カニカマと一緒に食べよう。ああ。じゃあおそば、年越しそば。いただきます。おいしい。ちょっと待って、忙しいな。ナスはもう上がったんじゃないかな。ちょっと火強くなってきたな、今度。火の加減が。よいしょ。舞茸いくか。もうちょっと待つ。あんまりね、やりすぎてもね、追いつかないんでね、ゆっくり食べたいんで。じゃあもう一度。もう一口お蕎麦をいこう。あ、ちょっと多いな。まあいいや、これでいこう。またね、カニカマと一緒にお蕎麦いただきます。キリンタンレのプラチナダブル。あ、お刺身もなんかもう一人で食べたいな。エビ上がったかな。もうまだ早いと思う。どうかな。余熱で上がるか、揚げとくか。で、ちょっとまたね、この天かすを、まだお蕎麦が残ってるから、またね、まあ残った天ぷらと天ぷらそばにしてもいいし。揚げ玉で、丼にしても美味しいんでね。取っておけばなんか使えるし、揚げ玉。買わなくてもね。よいしょ。じゃあ、舞茸も一個いこう。よいしょ。さっきの舞茸、サクサクですっげえ美味しかった。舞茸。舞茸いきます。
うわ、パワーすごい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 。でちょっとこの間にお刺身をもう一切れいこう。サーモンがあるか、サーモン食べるか。サーモンがあるんでサーモン食べてみるか。よいしょ。あ、なんかあと他に、あ、これも食べてみるか。これはタイかな。これはタイかもしれないね。よいしょ、じゃあタイとサーモンね。よいしょ、じゃあタイから、タイじゃねえ、サーモンから。いただきます。うんうんうん、おいしい。これはチリ産かな。タイね。うんうんうん。もちっとしてて美味しい、これも。うん。6個ね、6個。今年はあれだな。結局、まあ、YouTube のチャンネル登録者数がね、1000人超えて、それが一番嬉しかったかな、今年は。あとはまあ、他に、特に、まあ、いつもと変わらない1年って感じでしたけどね。ほんとね、チャンネル登録者数ね、1000人ね、ありがとうございます。登録ね、いただいた方はね。あと、いつもコメントいただいてね、応援してくださる方もな、ありがとうございます。うん。わあ、ちょっと衣つきすぎ？大丈夫かな？じゃあちょっと大根おろし追加して、あー、落っこっちゃ。大根おろしを追加して、大根買ってくればよかったな。家にあると思って買わないで来たら、そんななくて、あんまり思ったほど。じゃあナス食べよう。わー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 、これも結構サクッと上がってんじゃないかな。こんな感じでね、ナスは1本だけ買ってきて、1本の2分の1ですね、持ってきたの。残り2分の1個はなんかお味噌汁かなんかにして食べようかなと思って。いっぱいねやっても食べきれないからね。うわー、大根おろしのっけてこんな感じ。いただきます。もうとろとろ。外がねサクッとして、中とろっとろ。これももうちょいだね。ちょっと衣がちょっとすごそうだな。梅酒じゃないや、梅、男梅サワー。よいしょ。じゃあエビでお蕎麦食べるか。あー、どうしよう。その前にこれ揚げるか。もう大丈夫かな。
なんかすごい厚みがあるんで、もうちょい入れとくか。じゃあカニカマ入れとこう。カニカマ入れとこう。よいしょ。でおそばね、おそば。おそば。あー、またくっついてきちゃってるな。これ日本酒かければいいんだよね。あー、6本かけるのはもったいないな、さすがに。おしょ、あの、おちょこにね、日本酒を入れて、おちょこってこうキュってかけて、ちょっとほぐせばね、ほぐせれるんですけどね、ほぐしやすいんですけど、水でほぐすより美味しいんですよね。ねえ、日本酒でほぐした方が。よいしょ。じゃあ、エビね、またもう一本。バナメイビ、ピットが合わないな。バナメイビね。おそばと一緒にいけるかな。つかめねえな。さすがにちょっとおそばと一緒にはつかめないわ。じゃあエビからいただきます。あげよ。よいしょ。舞茸はちょっと揚げといて、どうしよう、ナス入れちゃうかな。もうこれだけなんでね。あー、ナス降りた。ナスね、ナス美味しかったんだ。ナス、あ、残ってるやつも持ってきて、もう揚げちゃって食べるかな。おお、まあ、ちょっとお箸、これあれだ、食べるお箸だけど。うまっ。では動画の中かなりいってるっぽいんで、今日のねところをこの辺で示した今日のところっていうか、もう今年のね、うちの宅飲み動画はもうこれで締めっていうことで、またね来年ね、よろしくお願いします。今年1年ね、ありがとうございました。またね来年よろしくお願いしますということでね、良いお年をということで。では、あとはね、他の方の動画でも見ながらゆっくり続き食べて飲んでいきたいと思います。では良いお年をということで。